はい、こんにちは。今日は2020年7月の、27日ですね。今日もですね、iPad Pro が復活するまでの間の iPhone での、まあ、ほとんど取って出しですね。簡易編集ということになります。先日ですね、土曜日のちょっと天気が怪しい中で、これはですね、写真に出ているのは、三鷹の方向に行きますと、ここに天文台がありますけれども、そこの近くのですね、駐車場に、ローソンの駐車場に、でーんと立っている楽天のアンテナです。ただしこれ見れば、近づくと分かるんですけども、まだ、来てるのは電源線だけでですね、立派なこういうアンテナが立ってはいるんですけども、まだ光回線が来てないようで電波は走っておりませんでした。で、ここから、開通したならばですね、記念に、ツイキャスなりでもやってみようかなと思ったんですが、まあ残念ながら楽天の回線の電波も出てませんでしたので、パートナーエリアではまだ電波の速度もですね、回線速度も遅いので、ちょっと無理があるなと思って今回は見送りました。こうやって改めて近づいてみますとですね、よくわかりますね。やはり回線はまだ来てないようですね。で、新たに設置されていたのはですね、このガードですね。さすがに駐車場にですね、立っているものにちょっといたずらされるのはまずいということでしょうか。ガードが、立派なガードが作られていました。まあこれで少なくともお子様のですね、いたずらぐらいは防げるんでしょうか。まあでも他のキャリアでもですね、こう道路の端っこにもう触れるようにして立っているこういうアンテナもたくさんありますので、まあそこら辺に関してはガードに関してはよく分かった上で作っているとは思います。これアップするとよく分かりますけども、こう来ているのは、電源線ではあるんですが、電柱の方からですね、電源線は引っ張ってあるんですけども、肝心のですね、通信回線の線がまだ来ていません。これはもうこれからの街ですね。で、川崎の街を走りますとですね、だいぶバンド3があちこち稼働し始めておりました。もうだいぶ快適ですよね。これからこの近くの方は快適だと思います。武蔵小杉に近づくとですね、バンド18になっちゃうんで、バンド3はですね、まあ、かなり弱いものしか来てないんで、まあ、これからですね、武蔵小杉の地元の、楽天アンテナが稼働するのはまだこれからのようです。で、これはちょっとこの間、買いました、セレロンの Windows タブレットにくっついているケーブルは何かと言いますと、Type-C のですね、充電器ですね。それと、ギガビットのイーサーネットのアダプターですね。このケーブルだをつなぐだけでですね、外で充電もできますし、出先でですね、有線の線の利用、また、速度調査とかもできますので、かなり使い手が良くなりました。まあ、こうやって現場でですね、活躍できる体制になれば、まあこの3万円の、Windows マシンぐらいでのコストはすぐ吸収できると思います。なかなかですね、これはいい買い物でした。安い割に結構使い手があります。で、似たようなものでこういうPD 充電とかできないものもあったりするので、そこら辺はよく調べてですね、購入された方がいいと思います。今回は
正しい選択でした。あ、ここにアップしてますが、パワーデリバリーのですね、充電ができてますよというアップですね。それから、総務省の、神奈川県のですね、アンテナこれだけ申請されているということで、これからが期待されますね。まあ楽しんでいきましょう。で、チャンネル登録よろしくお願いします。